RS 激アツ OB 第3弾強さランキング主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位片山選手能力休止ともに現状リアタイでは使いにくい。第11位アレックス選手ステータス守備はいいが特殊能力がリアタイ向きではない。第10位ローズ選手パワーヒッターでパワー S 可能なので純正にはかなりおすすめ。第9位アブレイユ選手ステータス高くパワーヒッター広角打法回を持っているのでかなり使いやすい。第8位上原選手査定度値が変更されフォーク2種にさらに特殊能力もかなり強いので個人純正必須級。第7位バーネット選手ツーシーム C さらにその他の球種もリアタイ向きさらにタイピンチを持っているのでかなり強い選手。第6位田淵選手プルヒッター持ってるがキャッチャーで貴重なアーティストの選手なので純正必須級。第5位外駒選手ナックルカーブにさらに中継ぎもできるので未だに外役投手。第4位角田選手広角打法はないがアーティストでステータスが高いのでかなり打ちやすい。第3位藤村選手弾道アーティストでミパ A さらにサードの守備適性 A 可能さらに広角打法を持っているのでマジなバケモンな選手。第2位田村選手弾道アーティストでセンター守備適性 B さらに広角打法を持っているのでセンター最強格の選手。第1位落合選手弾道アーティストでミパ 86A 同値さらに超広角打法を持っているのでクロスピカイ最強の右バッター。